おはようございます。ということで韓国3カ所目の釣り場、ムルワン釣り場、今何回も教えてもらいました。まあ多分10秒後に忘れてます。ムルワン釣り場に来てます。でご覧の通り風すごい強いで、後でまあちょっと前景撮っていただきますけど、なんかこの辺で一番広い池の規模は一番広いって言ってました。はい。でトラウトはこの私の後ろにあるこの桟橋で仕切ってあるとこですね。それでも多分200メートルぐらいの西北ですよね。日本で言ったら、まあ、結構広いエリアさんになると思います。でなんか話だと水深が2メートルから1メートルぐらい、1メートルから2メートルぐらいで、まあちょっと水がマッティなんで今のところ魚全く見えないで、ちょっと探りながら釣るような形で、ただ人気エリアさんみたいなのでちょっとお客さんが多いので、ちょっと場所を考えて撮影の場所を考えながら釣ってみたいと思います。まあ今日で最後なんですね。ここが最後なので釣り場さんは頑張ってやってみたいと思います。楽しみです。じゃあそれで行ってみたいと思います。 62TT、プレミアエアプラスですね。ベージュグローで行ってみたいと思います。風ちょっとね弱まりましたね、はい、じゃあちょっと真ん前にドンと、まあ水深、まあ情報があってれば1メートルか2メートルっていうんで、まあ、攻めやすいことは攻めやすいですね。水深がめっちゃ浅い、はい、結構マッティですよね。でちょっとボトム取ってみますね。まあもうこんだけ寒いんでボトムでいいんじゃないかなと思います。ちょっとライン光って見えないんですけど、はい、どうなりますかね。まあ最後の釣り場さんなんで有終の美を飾りたいんですけど、はい、じゃあ行ってみたいと思います。ちょっと取れすぎみで、結構ね、お客さん多いんですよ。だからちょっと映らないように撮影しなきゃいけないので、これ本当水深浅いかな。ちょっと手前まで丁寧に行きます。もうベクサンパワーです。はい、結構締めてるんでいいですね。やっぱボトムですね。5メートルぐらい先、ああ結構いいサイズですね。じゃあベクさんちょっと1匹目なのでネットをお願いいたします。こんな感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、こんな感じですね。綺麗ですね。これ多分25センチぐらいだと思うんですけど、すごい効きますね。割とちょっとドラグそんなに締めて開けてないので今ぐらい時間かかる。こんだけ曲がりますからね。重いですよね、まあ、肉詰まってる感じですかね。よかった、じゃあ帰りましょうか。はい、終了で。いいっすね、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとあれだったんでもうコーナー狙いました。はい、ここからコーナー狙ってこう来たよ。でこの辺でバイトですね。これ食べると美味しいサイズですね。食べないんですよ。食べないですね。ここの方がちょっと攻めやすいですね。なんかこう溜まってるっぽいじゃないですか。見えない、全く見えないんですけど、なんか釣りやすい。そうですよね、そうですよね。だから逆にルアーが飛んでこないんで魚がそこに逃げちゃいますね。はい、そうです。だからあそこに、あそこにだから1軒目のボートがあったようなイメージですよね。ああ、昔のボートで。そうそう、ボートがあったイメージで投げてますね。はい、
来ました。よし、おー来ましたね。見てください、この丁寧なランディング。あのバレる前に魚取ってくださいね。このでかい魚取ってくださいね、バレる前に。そっち行きますよ。しょどうかなんか魚いそうなんだな。いや釣りしやすいなこの条件。すんごい風ないし。なんかこれで釣らないと申し訳ないぐらいな好条件ですね。来ましたね、今の来たね、やっぱね。だからちょっといいこと言っちゃったんですよ。これで釣らないと申し訳ないとか。やっぱ 62TT は素晴らしいな。あれ？なんか急に引く感じ。なんか魚が今入れ替わったのかと思う。ちょっと俺変わるわみたいな。いいですね、本当いいですね。行きます。このドラッグがキッ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 って、このなんか仕事が終わった感のこのドラッグが最高だな。いやこっち魚すごいですね、でかくてね。ちょっと日本の皆さんにも釣ってもらいたいですね。アニョハセヨ。これ結構あれじゃないですか、駆け上がり舐めるパターンじゃないですか。これ来た、でっかい。釣れるの全部でかいですね。おお、潜水艦だよこれ。イエローサブマリンだよ。金沢明子だよこれ。古いな。すっげー、今日はバラシが多いんで注意しないと。62TT が折れる。
出たモンスター来ました。加藤さん、でもあの竿の曲がりから言うともっとでかくサイズに見えますよね。やっぱ重いんですね多分ね、サイズの割に。だって引きも違いますもん、このサイズの引きじゃないもん。おお、ほらほらほら、ここで、ここで走ると思わなかった。ほらこのサイズこんな走んないですよ。ネット入れたんですね。うん、そうです。だから元気な証拠ですよね。こんな走っちゃってすげえよな。すごいですね。なんか楽しい。あと200ぐらい伸ばしてもらえませんか。加藤さん、変な魚種が。なんか見たことがない魚がヒットしました。こういう時にほらベクさんライン直してんだよ。これはあのちょっと時間かかりますね。対策になりますねこの動画。あの人たちのとこ行っちゃいますね。これは俺止められないです。はい。これ以上締めると多分フックいっちゃうんですよね。よかった取り替えといて、フックあのルアー取り替えといて新品に。これ迷惑かけちゃうパターンだな、どうしようかな。この魚多分映像撮った方がいいと思うんですよね。これ以上ねちょっとハンドル回せないですね。いやあの韓国最後の締めくくりがこれっていうのがね持ってますね。ネットに入ったらトラウトじゃないです、カープかもしれない。カープ、うん、だけどカープってあのジャンプします？1メートルぐらい跳ねましたよ。とんでもなく跳ねたんですよ。あ、もうすぐ出てきますね。あの映ったらもう動画そっち撮っちゃってください。バレちゃう可能性が十分あるんで、ちょっとフックが持つ感じしないですよね。あー、せっかくクリア見えたのにまた入っちゃいましたね。いや、ナマズじゃないですね、見た目は。ちょっと一瞬濃いかなと思ったんですけど、
まあ、できればネットにしたいですよね。あ、もうすぐ出てくる。もうすぐ出てきますね。動画さえ撮れればバレる確率も結構あると思います。フロリアなんで、さすがに、あ、出てきた出てきた。いきますね、いきます。チャンドンゴン、かわいいっすね。チャンドンゴンでしたっけ。チャンドンゴンですよね。全然なんて言ってるのか分かんない。俺も全然分かんない。はい、ありがとうございます。チャンドンゴン釣れました。ドンゴンじゃなかったです。なぜかドンゴンじゃないと寂しい自分がいます。ちょっとドンゴンの方が釣りたくなって